第3ステージは男性合唱とピアノのための祈りの虹を指揮長島健一、ピアノ西川秀人で演奏いたします。なおこの曲をやりたいと長年強く願ってきた団員の黒沢にとりまして、ついに長年の夢が叶う瞬間となります。
ありがとうございます。まあ、この後でもう一曲歌うのもなかなか大変ですけれども、まあ、今の祈りの虹という曲は合唱曲の中でも難曲中の難曲とされておりまして、まあ、音とかリズムとかも難しいですし、まあ、取り上げているテーマが広島の原爆ということもあって、そういう意味でも難しさがあって、昔僕が大学生の頃にこの祈りの虹という曲を歌ったことがありまして、その時指揮を知っていただいた偉い先生がですね、このようなことをおっしゃっていました。戦後その広島の原爆というものを音楽を何とかしようという試みが、たくさんなされた、その原爆の音を表現するためにですね、まあ第4曲であるとか電子音であるとか、凄まじい不協和音であるとか、いろんな試みがされたそうです。でも、その奴隷一つ劣っても成功しなかった。なぜかというと、原爆の音をことを、まあ、原爆そのものをやっぱり音で再現するのは不可能であるということで、どの試みも成功しなかったんだけれども、この祈りの虹という曲はですね、原爆の音を再現するということを、まあ、意味で諦めて、原爆が投下された後の世界、そこから始めた。それがこの曲の成功した要因であるというようなことをおっしゃっていました。まあ、そこから始めても難しいのは難しいんですけども、まあ、偉い先生が成功した曲だと言っておりましたので、そうだと思います。皆様はどのようにお感じになられましたでしょうか。こういう重い曲の後に歌う歌なんてないよねっていうのが、まあ、建前でございまして、本音の部分ではやっぱりこういう難しい曲をやると他の曲を練習している暇がないということで、じゃあどうしよう、じゃあもうすでに歌える曲を歌おうと、祈りの虹に関係なくっていう話だったんですけど、それすらねっていう話もあってですね、今年の夏、東京都合唱祭という東京の合唱会のみのビッグイベントがあったんですけれども、そこで、歌った曲、我々が歌った曲、セットダウンサーバーという、黒人霊感の曲になります。それをですね、皆さんこのまま帰るのはちょっとね、なんとなく居心地が悪いでしょうから、盛大に歌って終わりたいと思います。今日は、来場いただきましてありがとうございました。Sit down, sit down, I can't sit down, sit down.
Sit down, servant, I can sit down. Sit down, servant, I can sit down.